ただいまから地位定例記者会見を始めます。ご質問のある方は挙手の上、社名とお名前をおっしゃってから発言をお願いいたします。ご質問ございますか。NHK の佐野と申します。はい、おはようございます。おはようございます。新型コロナ対策なんですけれども、はい、北海道で相当今クラスターが発生してまして、まあ、直接の因果関係は分からないんですけれども、やっぱり寒くなってきて換気というのが一つキーワードなのかなと思っております。で、先週も確かこの場で私同じような質問をしたんですけれども、はい、改めてですね、まあ、今日も相当寒いですし、この換気とコロナ対策をどう両立させていくのか、県のお考えをお伺いさせてください。はい、11月に入りまして寒さが厳しくなってきました。最近の国内の感染状況を見ておりますと、北海道、青森、宮城などやはり寒冷地において急速に感染拡大する傾向があります。で、今後11月から12月、1月と寒さが厳しくなるにつれ、またこの冬における感染拡大というものが懸念をされます。基本的には新しい生活様式が一番大事だと思います。で、その上でこれまで換気をですね、非常に徹底をしていただきました。ご家庭でもあるいは店舗においても換気をしっかり行うことによってよりリスクを減らすという取り組みを国全体で挙げてきたんですが、やはり冬においてなかなか換気をこれまでと同様に行うのは難しいと思います。今政府においても西村大臣の下で専門家によるアドバイスをどういう形で出していくか検討を深めていただいていると思いますが、やはり冬期間寒い時期においてもある程度暖房等をしっかりかけつつ1時間に1回2回、まあ、これまでに比べると例えば窓の開ける幅少し狭かったり時間を短くするという工夫はあろうかと思うんですが、やはり換気をなんとか続けていただくこと、これが家庭内、事業所あるいはお店等において感染を防止する重要な策になろうかと思います。また手洗いもですね、冷たい水ですとどうしてもこう長い時間つけてると辛いという部分もあろうかと思います。その場合例えば消毒液ですね、アルコール液等を使いますと非常に殺菌効果があるということはすでに科学的にも明らかになっているようです。そういったものも活用しながら冬場におけるこう気をつけるべき点というものを今後県としても国の方向性を見定めながら県民の皆さんにしっかり発信をしていきたいと思います。特にお店において今後また年末年始に向かってですね、やはり多くの方外食の機会も増えてくるかと思います。事業者の皆さんにおいてはぜひそれぞれの店舗お店における換気もはじめですね、これまでの基本的な新しい生活様式の徹底をお願いしたいと思います。また合わせて利用されるお客様もやはりあまり大きな人数で大きな声で長い時間ずっと飲食をするということはどうしても感染リスクが高くなります。できればある程度の少人数で時間を区切って、またあまりこう大声を出さないでそういうお店を利用していただけるということに気を配っていただけると本当にありがたいと思います。その他はございますでしょうか。じゃあ一番前、福島中央テレビの方です。よろしくお願いします。新型コロナウイルスの関連なんですけれども、はい、先週郡山市の専門学校の方でクラスター発生しましたけれども、知事の受け止めをお聞かせいただけますか。はい、郡山においてですね、専門学校でクラスターが発生をしました。この専門学校非常に規模の大きい学校であられまして、今すべての学生と教職員約2000人の規模と伺っておりますが、PCR 検査を実施をしているところであります。初期段階で発生した陽性患者さんで、その後ですね、数百名ずつの検査連日行っておりますが、今のところかなり感染拡大が抑えられている状況にあります。ただまだ相当数の
検査が残っておりますので、その結果をまず見ていくこと重要だと思います。県としては郡山市との連携を円滑に行うために、先週の4日から県職員1名をリエゾンとして派遣するとともに、先週6日から保健師1名を派遣したところであります。こういった取り組みを通じて郡山市と密接に連携をしながら、今回のクラスターの拡大をまず抑え込んでいきたいと思いますし、一旦ある意味ちょっと収まった傾向があったんですが、その後また今回の新たなクラスターでやはり十数名出たという状況にあります。したがって今後そのある意味落ち着いたということで気を抜くことは当然なく、常に冬場に向かってこういった感染拡大のリスクがさまざまな場面であるんだということを関係の皆さんに引き続き訴えていきたいと思います。その他ございますでしょうか。じゃあ録画一番後ろテレビ福島の後藤です。おはようございます。はい、おはようございます。処理水の処分方法について、はい、ご質問です。はい、先月のご意見を伺う場が終わる前後にですね、経産省が海洋放出以外の選択肢について否定的な見解をまとめていたことが分かりました。これについての県の受け止めと、まあ、こういった文書を使ってこう関係者に説明をしていたということだったんですが、県にはこういった説明があったのかどうか教えてください。はい、今お話のあった件、私自身状況を承知しておりません。いずれにしてもさまざまな意見が寄せられております。国においてはこういった意見、そういったものを踏まえて国の責任において慎重に対応方針を検討していただきたいと思います。そう、まあ、こういったことについてですね、経産省に抗議をしたり事実関係を確認する考えはあるのでしょうか。また、この海洋放出に向けた調整を進めていた可能性がこれが本当だとかなり高いわけですが、最終決定の後に県が意見を示すという考えに変わりはないんでしょうか。まず先ほど申し上げましたように、今回の件、私どもその状況を承知をしておりません。でまた処理水の取り扱いについては、これまでも申し上げてきたようにさまざまな意見があります。県内においても県外においても、でまた漁業者の皆さんの思い、立地自治体の思い、こういった難しい重要な問題であります。政府が責任を持ってまず方向性をしっかり慎重に検討していくことが重要だと考えております。わかりました、ありがとうございます。その他ございますでしょうか。よろしいですか。じゃあ6番一番後ろ、韓国新報さん。韓国新報の関田です。はい、県選出の参議院議員の益子照彦さんが自民党会派に入会しました。これを受けて4年前の選挙で支持した方々からは批判の声が、野党統一候補として当選した経緯から批判的な声が上がっていますけれども、その選挙で約束したことを任期中にどのように果たしていくかということについて、知事というかその政治家として地堀さんに伺います。どのように受け止められていますか。今回の益子参議院議員の会派入りのニュース、私自身も拝見をして率直に言って驚きました。でまたこれについては参議院議員である益子先生自身がですね、今後自分自身説明責任を果たされるものと考えております。また今公約についてお話をいただきました。私自身福島県知事選挙に2回これまで臨んでおります。その際自分なりの公約政策というものを具体的に掲げております。でそれは常にそれぞれの任期4年間あるんですが、自分の頭の中に入っております。そして1期目の4年間、で2期目は今ちょうど2年間ということになりますが、この公約、県民の皆さんに対する大事な約束ということになりますので、それをどうやって実現をしていくかということに心を砕いております。私自身は選挙において県民の皆さんにお示ししたこういった政策目標を実現するために4年間力を尽くしていきたいと思います。その他はございますでしょうか。じゃあ前から、ね、朝日さん、はい、
朝日新聞の小手川と申します。はい。お願いします。よろしくお願いします。今の益子参議院議員の質問の中で、お答えの中で今後説明責任を果たしていく必要があるというようなお話がありましたが、今現時点では説明責任は足りていないとお考えですか。具体的に申し上げる立場にはございません。一般論として政治家が自分自身の出処進退あるいは今回のような一つの転換をされる場合には政治家として説明責任を果たすというのが一般的だという意味で申し上げました。分かりました。ありがとうございます。はい、もう一点ちょっと処理水の風評についてお伺いしたいんですけれども、はい、海洋放出また大気中への放出その処分方法にかかわらず科学的にいくらその処理水が安全だと言われても、国と東京電力の言うことは信用できないという声もあると思うんですよね。でそれが風評につながっているというところもあると思うんですけれども、例えばその第三者がその処理水についてきちんとチェックした上で、処分をするだとかそのいろんな方法があると思うんですけれども、その国や東京電力がその信用されるためにはどういう方法があると知事はお考えですか。まだ現時点において政府が方針を決めた状況にはありませんので、具体的にコメントする段階ではないと思います。その上でこれまで原子力政策をめぐってですね、科学的安全と社会的安心の問題というものが常にありました。やはり科学的な見地からすると安全だということが明確であっても、一方で社会的にはそれが安心だねというふうに受け止められないというジレンマがあります。で、私たちはこの9年半余りそれに直面しています。その一番の例が農業あるいは観光の風評です。福島県の農産物は例えばお米であれば全量全袋検査をこれまで継続してきました。野菜、フルーツ、栽培作物もすべて検査していますけれど、そういったデータが蓄積されて科学的安全がエビデンスを持っていても、しかしかなりの方ご理解いただいた方もいるんですが、一方でなかなかその風評が払拭できていないという事実があります。また福島県に観光に来ていただく、特に海外の方に来ていただくというものは間違いなく抵抗感がありましたし、今でもある程度あると思います。で、これも科学的安全と社会的安心のジレンマだと思います。したがって政府においてはトリチウム水の話を言及しているわけではないんですが、この科学的安全と社会的安心というものが常に原子力政策の中につきまとうんだということを念頭において真剣に臨んでいただきたいと思います。ありがとうございます。その他ございますでしょうか。よろしいでしょうか。以上で、では定例会見終了いたします。ありがとうございました。ありがとうございました。